ニザダイアモク。ニザダイアモクは、甲骨魚類に属する鈴木目の海分類群の一つ。六か十九属で構成され、ニザダイツノダシツバメ王など、温暖な海のサンゴ礁に分布する、観賞魚を中心に129種が所属す。ニザダイアモクの魚類は、少数の例外を除きほとんどが、熱帯から亜熱帯の海域に分布する、海水魚である。浅い海のサンゴ礁。 岩礁域に生息する種類が多く、その多様な色彩、体型から、しばしば観賞魚として、世界各地の水族館、個人のアクアリウムで、飼育対象とされる。肉質は種によって微味であったり、独特の臭みがあったりとまちまちであるが、アイゴ科、ニザダイ科の一部、シモフリアイゴヒラニザなどは追い込みモウなどによって、漁獲され、食用として利用されている。 一般的な特徴として、体は左右に平べったくがは平たし、体高は高い。口は小さく、前に突き出すことは、ほとんどできない。万十代か、黒星万十代かを除く四科は、ほとんどが、草食性、草類を、主な食料として生活している。これら四科に属する魚は、アクロネル式キと呼ばれる特徴的な養成段階を経て、成長すること、浮袋が、 よく発達していること、三日月型の大きな尾ひれを持つことなど、様々な共通点を有している。二座大アモクは六か十九属129種で構成される。1970年代以降、本アモクの構成は多くの変遷を経てきたが、現時点での単系統性及び各科の系統順位については古典的な形態学的分類手法と、 近年の分子生物学的解析のいずれにおいても、おおむね支持されている。角出しか角出し族を、二座大化に、また、鈴木亜目、すだれ大化を、本亜目に含めるべきとす見解もあるものの、分類体系がしばしば不安定な鈴木目の亜目の中にあって、二座大亜目の単系統制は、とりわけ強固な裏付けを持つものと考えられている。 万イ大イフィピデイは8族16種を含む。3体洋に広く分布し、幼魚はしばしば寄水域にまで進出する。背びれとしりびれが大きく長く伸びた、独特の体型と色彩から観賞魚として飼育される種類が多い。日本の沖縄では、ツバメウオの仲間を、南番カーサーと呼び食用にする。本家と黒星万ダ大カの仲間は一般に雑食性である。 背びれのトゲ状は五、または9本で、ツバメウオ族以外では後ろに続く南状の部分と、明瞭に分かれている。尻びれのトゲ状は3本。体は強く側平たし、体高は高い。口は小さく、後外骨とすき骨には、歯がない。幼魚の段階では体に、黒色の帯、時に全身に及ぶを持つ種類が多いが、成長とともに消失する。 黒星万十代カスケートフギーイデイは二族四種から、なる。インド洋から西部太平洋にかけて分布し、気水、淡水域に進出することもある。雑食性で小さな口に入るものは何でも食べ、黒星万十代族の学名スキャターファーゲスが、意味するように、粉食を行うことでも知られる。体は強く側平たし、体高は高い。背び入れのトゲ状は11、または12本。 尻びれは四本である。鈴木亜ク、蝶蝶王家の魚類と同じく、トリク口ス妖精と呼ばれる、稚魚器を過ごす。生魚の体型も、蝶蝶王の仲間と似ているが、本家魚類は完全な側線を持つこと、切れ込みのある背びれや微細な鱗などの特徴が異なっている。アイゴカシガニガ代は一族、ニア族 CE ゲネス、ローに分けられる27種で構成され、 アイゴヒフキアイゴなどが所属する。インド洋、西部太平洋と地中海東部の熱帯海域に分布し、通常は草食性。川口域に生息する魚が少なくとも一種知られる。ほか、生活史の過程で同域に進出する種類がいくつかある。約半数はサンゴ礁などで単独生活を送り、残る半数の種類は群れを作って生活する。 全種に共通して腹筋に2本、間に3本の難状を挟む、背びれに13本、尻びれに7本の強いトゲ状を持つ。これらのトゲ状は、独占と繋がっており、刺されると激痛を伴うため扱う場合は、注意が必要である。種の間別は、背びれと尾びれの形状とともに、退色や体行も用いて行われる。アマシーラカルバーディは一族一種で、 アマシイラの実を含む、世界の熱帯、亜熱帯海域の外洋に生息し、本アモクの中では唯一の中層遊泳性魚類である。最大で1.8メートルほどに成長する大型の魚類で産卵する卵の数は極めて多く、4、0、0、0、0、0、0、個を超えると見積もられている。背びれには2本の棘状があるが、前の1本は成長の過程で消失する。 尻びれには、トゲ状がない。ニザダイアモクの魚類としては、得意な生態を有するものの、形態学的、分子生物学的解析に基づき、本アモクへの所属が支持されている。角出しカザンクリデイは、角出しのみ、一族一種。インド洋、太平洋の熱帯域に分布し、この海域の産後礁ではごく普通に見られる魚である。ニザダイカとの共通点が多いが、 オつかの骨盤、トゲをかくなどの特徴から独立のトガとして分類されている。長く伸びた背びれと白地の体に走る幅広い黒島が特徴的で観賞魚として人気の高い魚である。若菜は口の先端に生魚は目のすぐ上に突起状の構造物を持つ。生魚の糞、口先は細く突き出し、小さな隙間の藻類を食べることに適している。 ニザダイカー・コンサリーディはニアカ六族八十種からなる、本アモクで最大の一群である。地中海を除く、世界中の熱帯、亜熱帯海域に分布し、一般に草食性。四神魚から、全神魚にかけての化石記録が豊富で、本家の多様性はこの時代に獲得されたものと、見られている。背びれには四から九本、尻びれには二、または三本のトゲ状を持つ。 天狗ハギアカ、ナシナエは一族十六種。尻びれの棘状は二本。おつカブには尾ひれを支える一から二枚の骨盤が存在する。生魚の頭部に角状の突起が伸びる種類、天狗ハギなどがあり、本赤の和名の由来となっている。天狗ハギ、つまり天狗ハギなどが所属する。ニザナヤカ、コアンソリニーは豪族十四種。 ニザダイシマハギナイヨウハギなどが所属する。尻びれのトゲ状は3本。おつカブには1本以上の可動性。ニザダイ属では不動性のトゲを持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。